2人が回るみたいですよね。じゃあちょっとアップフェイスチェンジ。ああそうなんですね。はい、りゅうちゃんと一緒に言ってたんですけど、こういう一般的な H4 とかがまあ結構多いとかのバルブ的、はい、そんなわけない。いや H4、まあ、古い車に多いですよね。古い、うん、H4 でこの H4 のなんか LED っていっぱい出てるじゃん、中華製、うん、はい、何がいいかわからんときはおすすめは、まあ、Amazon の Amazon チョイスがついてる。あれあれやばい、カットラインがえぐい。もうカットラインがバッチリすぎるよね、うん、あれはいいっすね。明るいしね。明るい、あれめっちゃ明るいっすね。うるさいな、ピー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 。前のバンパーだけでこんなネジが止まってる。カタッと外して、ペロッと外してみるからね。これ何吉ブランド。え、こんなことちょっと真ん中取ったっすか。真ん中はホットラやないですか。もう外れた。今日はりゅうちゃんの工場をお借りして、1型のフェイスを4型のフェイスに変えてみる。ああまあいいけど一応やめとこうか、車検用にね。あの割る意味がなくない、なんか。いやちょっとストレス発散で。前回の動画でも言ってたんですけど、まず1型2型って3、4、5型と違うところが、エアクリーナーとサブラジエーター、フォグランプと干渉するのかな。そうそうそう。こっちはもう3、4、5型のボックスに変えて、でこっちはもうサブレザージエーターを取り払って口まめとなってで、まあ、バイパスのアルミのパイプを入れます。こっちはね、じゃあもうサクッとやっていきますよ。まずはなんかこうテンション上げるためにちょっとフェイスをね変えたらちょっとやる気も増すと思うんで、やってみよう。何やこれ、まあちょっとこれ外してみよう。外していくよ。外していく。もう素直に4型買ったが早くない。4型買ったが早くない。なんでこの価格の時にそういうこと言うと。それはお金があるならそれは買いたいよ。ちっちゃく4型買えて買えるね。いやーそれもうそれやつったらもう元も子もないでしょ。一番言っちゃいけないやつだよそれ。お目目が取れました。バイバイ、今までありがとう。うわーこれハマらんもんな。なんかハマらんど、なんかハマりそうじゃない。あ、いやハマる。もしかしたら、ここと、この上と、このパッチがっけん。それかたい、こいつ揉んでから、うん、上の位置でもう一回点付けしてたの。大体もう、点付けじゃなくてボルトになってると思うよ。ああ、そうなんだ。はよ、はよ、もう。来てよ、もう。バカって。はよ、来てよ、もう。早くしてよ、もう。待ってよ。はい、出た。次はね、サブラジエーターを外します。こんな外しても大丈夫なの。じゃあ、おお、おー、すぐ、うー、下から抜けっていう話は。あー、いや、そうなの。あー、なんか包丁みたいな感じ。あの、取っても大丈夫的な。あ、結構重たいよ。おお、ナイス、おっしゃ抜けた。ほら、あ、ブラブラブラ、サブラジエーター。
これあの毘沙門のリフトにかかったらチェーンが切れるそう。あ、違うか、あれ違う、バッテリー機か。あ、バッテリー機はいかんの。バッテリー機がいかんという、これサブラジエーターですね。もうこれいらないんで取っ払います。あ、はい、手洗っておいて。出て出て、大丈夫って。なんで自分は手洗ってこい、俺は洗ったら。いやいや、ママちゃん大丈夫でしょ、何しても。いやいや、そんなことない。これ定型買いできて、これ結構大きいやつかなと思ったら、ほんと単なるアルミのパイプ。ちょっと開けてみよう。あ、おー、まあまあまあ、クオリティ的にはこんなやつ、うん、靴。これ4500円、高いっすね。高いよね。牛、牛よね。ぴったしじゃない、もしつけるっていうね。本当についてるやつ。これでよかったな。38やった。あ、38やった。これ取りましょう。あ、いいと、ありがとう。イロハスは飲ませますね。おいえ、イロハスはお願いします。じゃ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 、サーモスってなんかあれ、タンプラ。あ、ここでラジエーターのエア抜きをするみたいです。助手席のここ、もうエアは出てきてないことだね。出てたね。うん、ほんとだ。いや、これ、まあ楽しいね。楽しいね。やばい、うんこですか。はい、漏らした。すよ。ああ、ああ、やっちまった、やっちまったな。よし、取れた。まおちゃん、うんこ漏らしたことありますか。いい、何回もあるよ。うわ、すげえ、かっけえ。食べ残すわ。もうすぐついとく。バッチシー、交通センサーじゃなかった、これエアフローセンサーつきました。乗り越えちゃうね。うん、結構556じゃねえ。ちょっと待ってよ。あ、なえるね、これ。なえる。あ、つゆ抜き忘れた。あ、もう何やこれ。あ、切りましょう、そっちは。え、これか、うん、マジで、うん、だ、そっちがいい。顔面移植しよう。あ、こっちもね。そうね、もうそれか、腰は当たるとこだけ。そうね。せー、アリミテープで塞ごう。あ、そうしよう、そうしよう。なんやこれ。内型の筒型エアクリーナーダクトはホームセンターで購入した75回ぐらいの蛇腹のアルミダクトを接続してください。多分この取り入れ口のこうシュノーケルみたいなところがホグランプと干渉する。じゃあね、次これバンパーのブラケット、プラスチック製のやつをこの車外の4型5型のやつに変えていきます。自分のももうすぐあと1時間ぐらいしたら5型に。
五型のコーナーになるからね。これ IS 何型ですか？これ5型です。ああ、だから自分とと一緒ですね。突けもんには言葉言いたいです。突けもんなんてないよ。よっしゃーい。なんやこれ、まあ。あ、僕ら一緒に、どうぞどうぞ。あで、車体は白いんだよね。車体は白ですよね。なんか自分の車じゃないみたいねえ。やったぜ。とうとうこれをつける日が来ましたよ。待ちに待った。あ、待ちに待ったモデリスタコピーのグリル。じゃじゃーん、かっこいい。そうか、そうだね。列車つけていくよ。脱着スタート。あっちゃうなんて。あっちゃう。取り付けスタート。あ、そこはうわー、かっけー。閉まるじゃん。かっこいい。今回はですね、1型のハイエースを4型のフェイスチェンジにチャレンジしてみました。やっぱり中華製ともあってですね、いろいろ難しいところもあったんですけど、なんとか完成することができました。次回は塗装とですね、板金を行っていきたいと思います。次回もお楽しみに。